魔法災害の対処はステューコスに任せて、世界一の技術力を見せてあげる。兄さん、みんな待っていて、必ず僕が助け出してみせるから。僕にしかできないことなんだ。だから行くよ。これは僕たちの意志だ。AI データ移行完了。僕の後ろに隠れてて大丈夫。このボディは耐久性抜群だからね。何があっても守ってあげる。このギアがあればどんな分厚い魔法障壁でも突破できるはず。僕が道を切り開いてみせるよ。駆動系とエネルギー消費の効率化が極められてる。やっぱり母さんの技術者としてのスキルはすごいや。完走完了。これより対魔法災害特化型アタッチメントケルベロスギアでの活動を開始します。プロットによって引き起こされた最悪は必ず排除する。それが僕たちステュークスの使命、そして存在意義だ。 KBRS-1 は電気が主食でも、なぜだか焼き菓子にも興味を示すんだ。食べられないんだけどね。ステュークスの技術開発部はエリート技術者揃い。最新鋭の技術が搭載された僕のギアにも興味津々みたい。いつも後ろ向きなダウナータイプだけど、いざって時は頼りになる。父さんと兄さんはよく似てるよ。実家にいる時の兄さん？普段と一緒だよ。書院との会話も基本チャットで、ほとんど口を聞かないんだ。おっと、急に手を出すと危ないよ。KBRS-2 が戦闘モードに切り替わっちゃうかもしれないから。我が家で一番強いのは間違いなく母さんだね。普段は優しいけど、怒らせると怖いから誰も頭が上がらない。サポートする総員、続け。最速でクリアしよう。兄さん、兄ちゃんに任せとけ。オルト、兄さんの力見せてやる。誘導する。僕がやる。オルト、下がってて。僕の兄さんに不可能なことはない。兵器は残してなんぼ。